アレクサンドル・エドワール・ゴリアは、フランスのピアニスト、作曲家。パリに生まれ、1830年11月15日に7歳で、パリ音楽院への入学を許可された。彼は、音楽院において、ビクトル・ドゥルランの下で、家政学を学び、アルカンやフランクの師であるピエール・ジメルマン、並びに、マスネの師であったアドルフ・フランソワ・ローランにピアノを指示した。1834年、 ゴリアはピアノコンクールで第2位を獲得し、翌年には12歳で第1位に輝いた。後に彼は音楽院のコンクールにおいてコレペティートルを務めている。1839年に教育課程を終了した彼は教育活動を二重するとともに様々なピアノ作品によって音楽界で知られた存在となっていく。ゴリアはウィーンに居住していた一時期、 ボヘミアの作曲家であるカールツェルニーと親しい間柄となり、またアメリカの作曲家であるルイスモルをゴッドシャルクとも親交を築いた。ゴッドシャルクはバナナの木をゴリアへ検定している。彼はスペイン女王から勲章を授与された。ゴリアの作品はサロン風のピアノ曲が主である。総数は100曲以上になり、練習曲、幻想曲、基奏曲、 演奏会用楽曲、野奏曲、ポルカ、マズルカ、子守歌、バラード、無奏曲などがある。中でも名高いのは、演奏会用練習曲オーパス7、若い娘の嘆きなどの劇場作品に基づくピアノのための幻想曲、そして、シューベルトや他の作曲家のリートの編曲作品である。ゴリアはパリで死去した。注釈出典。ありがとうございます。